ゾンビが襲来するときは物知りでいることが大切。ウォッチモジョジャパンへようこそ。今回は私たちが選んだゾンビランドダブルタップを見る前に覚えておきたいことトップ10です。このランキングでは長い間待ちわびた後編での大切な背景や前編に登場したけど忘れてしまっているかもしれない事柄を見ていきます。I think I would have made a damn fine president. You would have brought a real dignity to the office. You're welcome, America. 第10位、10年が経過した。 It's been 10 years since the zombie apocalypse. Oh my god, we're back again. ゾンビランドのファンたちは長い間後編を待ちわびていました。2009年に前編が公開された直後、ルーベン・フライシャー監督は後編についての野望を語っていましたが、残念ながら続編の制作が勢いづくことはありませんでした。2013年には新キャストでテレビドラマが公開されましたが、シリーズ化には至らず。これまでの間、俳優たちは年齢を重ね、特に子役だったアビゲイル・ブレスリンは20代になりました。映画の制作者たちはその事実を隠すより現実と同じく前編の公開から10年が経った設定にしたのです。What would you like, little girl? I'd really like for you to stop calling me little girl. 第9位、今週のゾンビ殺し。ゾンビがうようよ発生するポストアポカリプスの世界って楽しいわけがなく、生存者たちは自ら楽しい環境を作る必要がありました。1作目ではタラハシー、コロンバス、リトルロック、そしてウィチタはちょっぴり軽率ですが危険なゾンビ殺しをゲームにしてしまいました。今週のゾンビ殺しとは、言葉通り素晴らしいゾンビ殺しの競い合い。細かいルールは紹介されていませんが、さまざまなグループが参加しています。後編ではさらに多くの候補者が見られることに期待です。ゾンビキルオフザウィークゴーズトゥシスターシンティア・ニッカーバーカー。第8位、ビル・マーレーは生きている。1作目でビル・マーレーは完全なる死を遂げました。まずコロンバスに胸を撃たれ、次に主人公一行に死体を包まれ屋根から放り投げられました。しかし以前彼はみんなを騙しました。初登場の時、マーレーはゾンビたちに絡まれないようにゾンビの真似をしていたのです。こうして他の生存者たちを騙そうとしたため、残念ながら彼は大打撃を受け死に至ります。ですがビル・マーレーは間違いなく予告編に登場していました。フラッシュバックの可能性もありますが、ダイアン・クロイドもカメオ出演することを認めているので再び登場するかもしれません。 What made you do it? And don't say the script. Can this be just between us? 第7位、ウィチタ&コロンバス。1作目のラストでエマ・ストーン演じるウィチタとジェシー・アイゼンバーグ演じるコロンバスは死体が散乱している遊園地で恋に落ちました。作中に2人の仲はどんどん深まっていき、最終的にはハッピーエンドを遂げた模様でした。残念なことですが、芽生えたばかりの恋は長く続かない上に、ゾンビがあふれる世界が妨げとなるのは想像できますよね。なので2人の関係がどうなっているのかは見ものです。陽気でちょっぴりおバカそうなゾーイ・ドゥイッチ演じるマディソンが加わったので、もしかしたら三角関係になるかも。 Oh, so she knows the rules? I told her just a few of them. 73, and are there more? You're cute, I like it. 第6位、ウィチタのみ本名を明かしている。1作目で印象的だったもう一つのこと、それはお互いを本名では呼ばず出身地や特徴などのあだ名で呼ぶことです。What's your name? Stop. No names. Keeps us from getting too familiar. これは主人公ら4人の間だけではありません。コロンバスは元隣人と部屋番号で呼び合っていました。その人物はコロンバスが殺した1人目のゾンビです。この世界ではどんな関係も遅かれ早かれ消滅するので、コードネームを使って深入りを防ぐのです。しかし1作目のラストにウィチタは自分の本名がクリスタであることを明かし、コロンバスと深い関係になることを合図しました。今作にはアルバカーキ、ネバダ、フラッグスタッフ、そしてバークレーなどのキャラクターたちが初登場します。ス
start talking. You first. My name's Tallahassee. 第5位、トゥインキー。ゾンビランドのルール32は小さいことを楽しめ。タラハシーには他にはないほどの楽しみがあります。それはトゥインキー。 You're incredible. I know. Twinkie. 2009年公開の前作でスノーボールという別のお菓子を乗せたホステス車のトラックと鉢合わせた時、タラハシーはかなりがっかりしていました。ですが映画の最後にはついにリトルロックがタラハシーの大好物のお菓子を発見し喜ばせました。10年経った今作の世界ではタラハシーが恐れていたようにトゥインキーの原料が傷んでしまって生産不可となっているのでしょうか。タラハシーが何かいい方法を見つけますように。 As he savored that spongy yellow log of cream, we had hope. 第4位、タラハシーの子犬。ウディ・ハレルソン演じるタラハシーは先ほど語ったトゥインキーの件を除けば普段は冷静で威厳のある男性です。コロンバスに伝えたようにタラハシーはゾンビが生息するこの世界で転職を見つけました。アポカリプスを好む彼ですが実は心優しい性格をしています。前作の映画で半分以上話が進んだ頃最悪な事態に陥りました。映画の前半、タラハシーはコロンバスにバックという子犬を亡くしたことを話しています。Cutest dog ever. バックについて話しているとフラッシュバックが始まり、実は犬ではなくてタラハシーの幼い実の息子だったことが判明。悲しすぎます。 He had my personality, my laugh, my appetite. Laugh? And that's when it hit me. I felt so ashamed that it had taken me this long. 第3位、ゾンビの動きは速い。 Rule number one for surviving Zombieland? Cardio.映画監督のジョージ・ A ・ロメロはゾンビ映画の第一人者として知られています。ロメロ監督が描いたゾンビは強くて動きがゆっくりなものでした。ウォーキングデッドのコミックスやテレビ番組でゾンビ人気はさらに高まります。漫画家のロバート・カークマンもロメロ監督に習い動きの遅いゾンビを描いていたことからゾンビといえば動きが遅いものだと思われてきました。とは言ったものの近年では様々な見た目や大きさ、速さを備えたゾンビが登場しています。ゾンビランドの動きが速いゾンビたちから逃れるには有酸素運動が必要。ウィチタが予告編で茶化していたようにゾンビの動きはさらに速まり危険なものに進化しているようです。Stronger, faster, better adapted to the hunt. They are much more afraid of us than we are of them. 第2位、家族の絆が生まれた。初登場した頃のコロンバスはヒーローになることは興味がないと明らかにしていました。彼にとって生き残りとは孤独な戦いだったのです。他人と手を組むことは無駄にリスクを上げると思っている人は他にもいました。タラハシーも他人との関わりに興味がないようでしたが、一方でウィチタとリトルロックはコロンバスとタラハシーから受けた信頼を利用した詐欺師の姉妹でした。しかし共に助け合い数えきれないほどのゾンビを殺していくうちに信頼は築いてしまうものです。エンディングが流れる頃にはこの生存者のグループは家族のような存在となっていました。その後10年も一緒にいると考えればどれだけ大切な存在なのか分かります。 And without other people, well, you might as well be a zombie. 1位の発表の前にウォッチモジョジャパンのチャンネル登録をして最新の更新情報を受け取ってください。通知を受け取る頻度は設定が可能です。スマホをご利用の方は設定画面から通知をオンにしてくださいね。第1位、ゾンビランドのルール。このランキングの中で英雄になるなや小さいことを楽しめ、有酸素運動など生存に関わるいくつかのルールをご紹介しました。これらは危険なゾンビアポカリプスで生き残るために細かいことにうるさく少々考えすぎなコロンバスが作ったものです。1作目だけでもあれだけ多く登場したので他にもたくさんのルールを考えているに違いないでしょうが、後半の予告編ではそれほど追加したようには見えませんでした。映画のタイトルはルール2の二度打ちしてとどめを刺せ、つまり英語でダブルタップから来ています。 Which leads me to my second rule, the double tap. In those moments when you're not sure the undead are really dead dead, don't get all stingy with your bullets.
いかがでしたか？ウォッチモジャジャパンの他の動画もチェックしてください。チャンネル登録もお忘れなく。